仕事はしたかったですけど、でも声にコンプレックスもあって、うん、それを克服したい気持ちもあり、なんかほとんど他の受けたオーディションは、うん、ハスキーな声の方とか、うん、低くて落ち着いた話し方の方が受かってたので、うん、あ、やっぱなんか私の声違うんだなってずっと思ってたから嬉しいです。あすみちゃんが選ばれた理由は、はい、声が明るいからです。ありがとうございます。なんで明るいままで。あ、わかりました。よかったですねありがとうございます。ちょっと なんか涙が目がねこもっちゃう。アクルピックとかやっとく。え、いいです。空回りしちゃうんで。そのテンション違います、ね。冷静に。普段通り。お待たせしました。すみません、お待たせしました。はい。お願いします。今こそ応援しよう。サッカー日本代表のためにツイートで集まろう。共に熱くなる。今こそ一つになる。どこにいたって。私たちは一つのチームになれる。応援がみんなをつないでいく。楽しかったです。なんかイヤホンの中にキリンのレンレレレレレって音楽が流れて、それに合わせて練習言うの、すごいなんかテンション上がりました楽しかったです。もうちょっとこうスパルタで怒られるかなって思ってたんですけど、すごい監督は優しい丁寧な方でしたね。はい、安心して身を委ねて自分を解放して言えたと思います。じゃああとはオンエアを楽しみにしましょう。はい、はい、そういうことです。ありがとうございました。今日はわざわざ気をつけてお帰りください。出口はこちらになっております。では、ごきげんよう。